で、俺たちは諦め。任務は失敗だ。その人のうち、頼もしい奴らだ。いいだろう。ならば、これより先もお前たちは第7班として、次の任務に関して。わかりました。期待して、わっ！ごちそうさま。ああなんかこの頃イルカま、お、おお、おいおいさてと、これからすぐまたに、おっす。お待たせ。遅い。ごめんごめん。ちょ、あ、ん、あれ、あ、いや、この前本で読んだ。それで本には名前を、だからそのお、別に改まって言うことない。そうそう、よし、さくらちゃん、さい、さっさ。よう。あれ、ここ一瞬。体はもういいんです。ま、お前たちのおかげで大きな休暇をもらった。それで、君が新しいメンバー。はい。カカシ先生、俺。ん？どうしたのよ。あのさ、俺たち。その話か。今の力じゃ、サスケを連れ戻すことができねえ。ま、だったらそれ以上に強くね。え？ずっと考えてたんだよ。その修行をやれば、カカシ先生を超える。お前だけの。俺だけの。そうだ。ま、やるか。へっ、少しでも可能。いい返事だ。修行は演習場で行う。さて、これからのことなんだ。その間は私とサイの二人で任務をやっておけばいい。さすがだね。え、さくらちゃんってば、大丈夫なの？私たちは修行の手伝いできないからね。その代わり、もう、おし！
来たな。さっさと始めようぜ。お、き、ね、ま、まずは君のチャクラの性質。チャクラの性質。チャクラにはそれぞれ火、水、土、風、雷の5種類の性質。細かい説、まずは軽く手合わせをするぞ。戦いを通して。了解。なるほどね。で、俺っては？お前の性質は風だな。あら、おー、いや、まだ分かっただけ。これから修行して。よしさて、ナルトの性質が風なのであれば。そろそろ休憩にしようぜ。ほら、歩きすぎて疲れてんの。せっかく2便も借り終わったんだからよ。ちったや。おい、聞いてんのか、カクズ。よくしゃべる。なんだと？今は黙ってついてこい、ヒドン。あのさ、さっき俺が言ったこと聞いてた？お前。何度も言わせるな。っていうか、火の国だ。そこに九尾よね。じゃあそいつが新たな。やる気になるのはいいが、あまり調子。おいおい。楽しみだった。第三章、不死の暁。そう、また負けるとはな。
けどな、次は負けないぜ。絶対。将棋相手なら、まだまだアスマに負ける気が。この野郎、嫌がる。でも、今日は珍しい手を打ってきた。棒銀のことか。敵陣突破の先兵。ああいう指し方。上手相手に玉を守るためには、なんかあったんす。別に、何もないよ。そりゃ、玉が取られたら。もし、木の葉の忍びを将棋の駒に例えるなら。そう。俺もこの前までそう思って。じゃ、誰の。お前も、と。さてと。なんかよ。ああ、かかしのや、そんじゃない。